チキンジョージ40周年おめでとうございます。難波弘之です。チキンに最初に行ったのがもう、開店の時からですから、なんで行ったかはねよく覚えてないんですけど、センスオブアンダーか当時やってたギアっていう、あの当時の達郎バンドの、メンバーでやったライブだったかなと思うんですけども、まあ、あの行くなりですね、いきなりあの小島進む、なんていうか、神戸名物、小島進ですね。まあ、非常に仲良くしてもらいまして、それから何十年も、出演させてもらってます。いろんなバンドで行きました。あの、野獣王国とか、ヌーボイミグラートとか、ザバダックとか、レイリーでも行きましたし、もちろんセンスバンダーでも、その後ずっとお世話になってます。まあ、40年の間にはいろんなことがありましたけども、まあ、なんといっても、すごく、チキンジョージを通じていろんな方と知り合えたっていう、な出会いがあった。まあ、まず神戸、当時ね、青いレコードさんっていうレコード店がありまして、ここはもうオリコン加盟店じゃなかったんですけども、いつも熱心にですね、僕らが新譜を出すと、プロモーションしてくれて、お店でたくさん売ってくれて、非常に感謝してます。で、まあ、当時、チキンもですね、景気が良かったせいか、いろんな、神戸の美味しい店に連れてってもらいました。今はもうなくなっちゃったんですかね、ハイウェイ会館っていうね、谷崎潤一郎が、よく通ってた洋食屋さんとかですね、いろんな店、連れてってもらいました。僕が一番好きだったのは、チキンの並びにあった A1 というね、古い、ステーキ屋さんですけど、なくなってしまって、とっても残念です。まあ、一番、やっぱり、思い出に残るのは、震災の時ですよね。朝、テレビのニュースで生田神社が、ぺしゃこになってるのを見てびっくりして、電話したんですけど、繋がらなくて、心配しておりましたが、やはり、富士町のように小島兄弟は蘇ってですね、で、チキンが蘇っただけじゃなくて、神戸の街に、とても貢献をする、やっぱり素晴らしい、お店と素晴らしい兄弟だと思います。これからも、ますます発展して、長く僕らも付き合っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。おめでとうございました。難波弘之でした。